にちは、給料日です。今日は15日です、はい、はい、給料日です。楽しみですか？とっても楽しみです。いつも、そうね、ねえ、どれぐらいだろう今日。クソ楽しみですか？楽しみでもあり、生活がかかってるのもあり。怖いですね。先月はどんな感じだったんですか？先月は給料日ですね。本当に私、あらゆる日付の中で15日が一番大好きなので、めっちゃ嬉しいです。もう出てます、たまに。もうなんか、早く来いみたいな。なんかお金大好きみたいになってる、どうしよう。はい、いくらになるかは分かんないですけど、でも今週は、今月は結構オタク満足度の票が多かったので、先月よりはいってるんじゃないでしょうか。楽しみです。ニコニコ給料日です。ニコニコじゃない、ね、1ヶ月君たちが働いたこの給料を、なんとあるプロジェクトは手渡ししたいと思います。はい、はい、それでは一人一人お渡ししていきます。黒瀬沙羅さん、はい、三河芸能人として稼いだ給料です。はい、はい、花井さつきさん、はい、はい、ありがとうございます。が労働でなくて芸で稼いだ給料です。はい、小柳智恵さん、はい、桜井さん、はい、はい、はい、亀田玲奈さん、はい、亜美愛理奈、はい、ありがとうございます、はい、おも桜井奈、はい、山田さん、はい、ありがとうございます。はい、以上です。ちょっと来てみな。芸能界でさ、これだけでご飯食べていくっていうのはすごく至難の業でさ、まあ、ほとんどが取れないんだ。全員個人事業主だから雇われてる人はいない。タレントとして一人一人自営業をしてるの、で、自分で芸を披露してタレント性を見せてファンの人にお金をいただいてるの。お金をいただくってことはもうプロだから、そんな生取ることやってもらうこの必要がない。プロだからお前、金払ってるわけだから少しとか関係ない。14も15も16も知らないし、金いただいてるから、こう相手にしないから、はい、一生忘れちゃダメ、本当に。3万人が相手にしてても、あれ10万対3万ではないよ、あれ10万対1が3万個あるってことだ、考えて、ね、はい、じゃあ、かけていいですか。